キチャンネル。ジョン。こんにちは。さあ、崖っぷち選手のその後ということで中間発表、今日はホークス編でございます。はい。ねえ、ホークス、バンド。バンドを通して。地元、徳島県。はい。はい。まあちょっと大津に負けちゃったね。そう、先発だろうというね。はい。ちょっと掴みチャンスは結構あったけどね、ここ複数年ね。今季はまだ1軍でなし。はい。2軍では10試合先発して 2.87、うん、ね、2勝1敗、クオリティスタート4回、うん、10先発してクオリティスタート4回ってことはあんまりイニング投げてないな、これ、うん、そういうことですね。だって投球回数47回だから、うん、5回投げてないもんね、はい、平均ね。どうなんやろうね、うん、もうちょっと怪我とかないんだったら2軍でもイニング数投げさせた方がいいんちゃうかって、うん、先発でいくんだったら思うけども、はい、ね、ちょっとまあ、うん、今年はちょっとホークス若手の成長度合いすごいからね、はい、この2軍からのね、うん、突き上げって野手もそうだけども、うん、少年ばかも分かんないね、はい、正直ね、うんうん、で続いて武田翔太、うわ、もう2軍でも1試合しか投げてへんねん。どうしたんですかね。怪我ですね。怪我か、これ危ないな、育成になるな、うん、一歩間違ったら来年、そうですね、うん、トミー・ジョン苦しいな。苦しいっすね。うん、ちょっとこの時期に来て怪我、大きい怪我はね。そっか。で、そして東山。東山投手は今多分2軍ファームでやってる感じですね。うん、だから各年で頑張るっていうところでね。はい。今年は頑張る年だったけども。そうなんですよね。ね。うん、4月10日オリックス戦。はい。2回で交代っていうところで。うん、まあ、そこから1軍では投げてないっていうね、うん、中で34歳、はい、正念場だけどね、うん、2軍では投げてるっていうところもあるけども、うん、若手の突き上げでチャンスがどんどんなくなってくるかもわかんないね、はい、このままいったらちょっと危ないパターンだね、この賭けは、うん、このピッチャー3人の賭けはね。そうですね、うん、東山投手はまだね、今シーズンね、先発結構してるからあれですけど、まあ、これもだからここからね、うん、まあ、ホークスはこのまま優勝するだろうから、はい、この終盤クライマックス日本シリーズ向けて東山が1軍にいるかどうかやな、はい、いなかったら大ピンチやな、うん、正直、はい、こっからね、だからちょっとどうなるかっていうところだね、うん、で続いて野手甲斐、はい、お甲斐選手もそっか、崖っぷちにしてたんですね。ね、まあ、今年はね、海野とか試合出たりとか、うん、いい感じで出たり出なかったりもあるからね、うん、まあ、そこいいんちゃうかって、打率2割6分8厘だからね、はい、打率いいよな、うん、一気にね、うん、上がってきて、そか、正捕手崖って言ってたんでしたっけ。そう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 、うん、だって昨年2割2厘、その2022年1割8分だから、うん、今2割6分8厘で2019年以来の2割5分超えだからね、お、人生2度目の、はい、ね、で、まあ、89試合出場、うん、今100試合ちょいだもんね、うん、試合が、だからまあ週1とかぐらいで休んでる感じだよね、うん、はい、だまあそういう使い方俺はいいと思うけどね、うん、正直ね。でもまあこういう使い方してると いいんじゃない、うん、他のね、もし甲斐がいなくなったとこでもう他のキャッチャーもね、試合に出しながら、うん、だからまあ海野もちょっと打てないけどね、はい、92打数でも44試合出てるっていうところでね、うん、まあ、なんとかこのバックアップに向けてはもうちょっと成績を上げていきたいっていうところはあるけどもね、はい、あと石塚がね、うん、一軍上がってきて、はい、ね、これもホームラン打って、うん、まあ、でもその前にもう2軍落ちるって言われてたんだよね、はい、でその中で結果出したのもすごいよね、はい、まあ、それをいい経験として今後もね、また成長に向けてね、うん、頑張っていってもらいたいっていうところはあるけどもね、うん、はい、まあ、でもまあまあまあ、こう使い方も含めていいんちゃうね、甲斐、うん、はね、正直ね、成績も上がってるしね、うん、で、あと三森、はい、あれ今怪我ですか、うん、ビッグチャンスあったの、牧原が怪我して三森が出てきて、いや三森いる、でかいよなって言ってたら三森も怪我、はい、でその後広瀬が出てきてね、はい、で広瀬がなかなかヒット出なかったけど、ヒット打ってからいきなりこう上がってきてね、うん、まあ、今はまだね、牧原とかも帰ってきてるからね、はい、なかなかチャンスっていうところが、まあ、広瀬もね、ないけど、まあ、いい経験になったっていうのもあるしね、うん、結果としてもいいもの出したっていうね、うん、ところもあの慶応コンビね、はい、柳町広瀬正樹ね、はい、うん、いいもの出したからね、よかったけど、うん、ちょっと三森はもったいないよな。そうですね、めっちゃ良かったのに怪我だからね、うん、その持ち場どんどん持ち場減ってくるよね、はい、でもあれだろうな、トレード出したらすごいいいのとか交換できるやろな出さへんか。だって川瀬とかもいるしな、いい感じで。そうですね、いい選手だけど順番ないよな、う
来年トレードに出してあげた方がいい選手メモリ出るかもわからへんな、このチャンネルでね。年齢的にはまだまだこれからできるしな、しかもいいしな、うん、でも使わへんってなると、うん、まあ、いい選手だけにもったいないよね、はい、で中村晃、はい、まあもうこういう感じになるのかな使い方としたらね、うんうん、その山川が来てっていうところでね、こん、はい、ちゃんが結構 DH 入ってるからね、うん、山川ファースト守ってってなると、まあたまにねスタメン出る時もあるけども、うん、山川が DH とかでね、うん、であとはもう代打になるから、はい、もう長谷川の晩年の使われ方みたいな感じでなってくるかな、うん、30今年5歳だからね、うん、でもなんかタイプ似てますもんね、なんかそう、うん、渋い感じ、うん、でも昨年ほぼ1年間出て2割7分4厘打ってるだけにな、うん、140安打やで去年、はい、だからずっと使えばもっと結果出るんちゃうかって思うだけになんかもったいなさも感じるよな。でもだからといってポジションあんのかっていうと山川が来たからないからね、はい、なんかもったいなさも考えるけど、でもまあ仕方ないかっていうね。昨年140安打打ってるっていうところでもなんかまあでも仕方ないな、使えば打ちそうやけどな、うん、でも使うとこない、そのなんか波あんまりないタイプの選手じゃないですか、うん、でも使うとこなんかでもこうなってきたら一気に吹き込むよな、うん、なんかもったいなさも感じるけど、でも34歳になると他のチームでっていうところもないしね、うんうん、あとはまあねチーム事情的に仕方ないしね、うん、まあまあ確かにもったいない感じですね、うん、もうこのままだったらこういう感じになってくるからまあ仕方ないけどね、うん、なんかもったいないなっていう感じもするけどもね、はい、まあね長谷川の晩年みたいになってくるのかなっていうところが、うん、まあホークスもね、はい、もうこのまま本当にリーグ優勝するだけだからね、うん、まあ、今年は若手の突き上げも含めて良かったよね、はい、うん、打ちましたね、打ったね、だって柳田がいないって、うん、そう、もうちょっと忘れちゃって忘れてもんな、はい、これでいたらえげつなかったな、うん、もっと柳田帰ってきたら誰が出れなくなるんだろうね、うん、シュートか、だってね、柳田帰ってきたら柳田守備守らすか近藤守備守らして柳田 DH しかないから、うん、結局周東正樹柳町を誰か一人外さなきゃいけないわけでしょ、うん、贅沢な悩みやな、すごいね、うん、まあ、それだけねこの柳町とかね、うん、あの正樹が一気にね成長してね、うん、もう替えが利かない選手になってるっていうところもね、まあ、今年のホークスの強いところかなっていうね、みんな2割5分以上ですね、うん、ほぼ全員栗原もね、川村選手とかも2割5分以上打ってるし、ね、川村もそれでもまた2割5分以上打ってるしね、はい、うん、まあ、そういったところでは強さ出るね、すごい、でもやっぱ坂東、武田、東山だね、うん、そうですね、うん、ここら辺ピッチャーが世代交代してくる中でね、うん、まあ、どう踏ん張っていくのか、うん、まあ、武田はちょっと育成になってリハビリかな、うん、で東山、坂東はこの終盤に向けて上がってこれるかどうかが勝負だね、うん、はい、うん、という感じです。はい。